あ、どうも皆さんこんばんは、ゆうです。簡単に実況プレイやっていきましょう。いやー、ほんまね、前回1回戦で負けてめっちゃへこんでたわ。はい、ということで今回は秋の県大会に向けてね、頑張ってやっていきたいかなと思います。ご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、スカウト3連チャンやん。どうする。いや、この子いいよね。この子行こう。いやー、また出た亀山水さん。負けたからね、前回。いや、マジで勝つよ。今度はほんまに勝つよ。だいぶへこんだけどね。寿命縮いんだもん、俺。さて、宮崎くんで行こうか。さあ、もう一丁、もう一丁、スカウト。これはちょっとありがたいね。あー、この子にしようかな。はい、ということで、行きましょう、公式戦。勝つよ。いやー、初戦勝ってないからね、ずっと。やばい、みんなの信頼度が悪すぎてやばい。この子で行く？この子で行こう。おいおい、ちょっと待て、ちょっと待て。みんなめちゃめちゃ、反抗期やん。だったら、このこと変える？で、こうするか。いや、バント持ってたからね、この1番アビヒでさ、2番バントで3番降格みたいな、4番パワーヒッターみたいな感じでやろうかなと思ったんですけど。OK! これでいきましょう。よーし。ちょっと待てよ。よーし、頼む。買ってくれ。ほんま買ってくれ。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。同じぐらいかね、レベルで。接戦で負けたやん。まあ、接戦で負けるだけまだ面白いか。めちゃめちゃボロ負けするよりは拍手に送られていいな。OK、 いい、下がってる。3年生引退して下がってるで、こっちのチームは。これいけるんじゃないか。三重県強いやん。三重県はね、ほんまいなべ総合学院が強いから。総合学園か。さて、精密機械行こう。よしよし。かきません、足でかきません。ああ、足遅い。うちのチーム足が遅い。それやめて。4点取った。4点取ったよ。はいよー。いやー、中堅高校とかね、強豪校とか、ほんまね、めっちゃ点取ってるやん。いや、ほんまに、じゃあなんで逆に、夏の大会は負けたんって話や。オッケーオッケー。あ、エラーや、それ。それはエラーかな。エラーやな。よし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 。ピンチやな。これピンチやな。くせ者。緩急。よし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 。で、低め投げといて、ゲッツー作戦。ゲッツー。ゲッツー。よし。4-6、4-4-3。オッケー。ゲッツーナイス。ナイス。俺、黒の帽子の方は似合っとんじゃん。よし。OK。集中して。いやー、俺全然ね、この打撃操作の方、全然打てへん。ほんま打てへん。さあ、ピンチ来た。伝令。すごく盛り上げる。顔しんどいな。行こう。外角。お、いいね、今のボール。よし。4、おー、8個、ナイス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 。いや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 、それ早急にせえへんて。うちのチーム守備もね、打撃も全部課題やな。あと俺の操作やね。やめやめ、取れ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 。よーしよしよし、いやいやいや、オッケーオッケー、全然オッケー、全然オッケー。めっちゃ守備操作来る。もう前回からもうずっと守備操作来る。うまない。うまない相手。さあ、ここをしのがないといけない。伝令。いやー、どうしようかな。助言する？助言でいっか。低め。よし。これは、普通に投げ、おっそ投げる。なんか遅っ。
ここね、ここもゲッツーでいこう。あー、惜しい。3点差になったか。怖いな、この回めっちゃ怖い。あと2イニングやで。OK。外角。まあ、ここで以上点取られたらピッチャー変えた方がいいのかな。ただ、変えてもね、よし、踏もう、踏もう。ナイス。おー、足速いな、相手。踏め。やっぱこのね、指示通りにやった方がいいな。うわぁ、それはヒットか？やばいやばい。やばいよ。2点差に縮まった。あんだけ5点差ぐらいあったのに。これが野球です。頼むわ。マジ頼むわ。よし、落ちて。よーし、オッケーオッケーオッケー。あと1イニング。そこを抑えた勝ち。あ、ピッチャー変わった。やばい。カーブか。いけるっしょ。盛り上げよう。これでいくしかない。もうこれで以降は使えへんな。緩急でいこう。よーし。取れた。よーしよしよしよし、いいぞ。ここでランナー出すのと出さないの違うからね。これでワンアウト、ランナーはありません。はい、ナイスキャッチ。はいよー、低め。いいやん、コントロールいいね。取れた。よーし、アウト、アウト一つ。いいよ、いや、この世代は強い。ランナー出さんでいいよ。お、うん、いいね、そのボール。ストレート、おっしゃ。ええ、ピッチャー、これピッチャー、あ、キャッチャー、キャッチャーか、俺ピッチャーかもな。イエーイ。とりあえず久しぶりにね、勝った感じがします。取れよ。よっしゃ、勝ったぜ。やった、ホッとした、めっちゃホッとした。いや、次も勝ちたい。2点差か。ありがとう。うん。なんか誰か V スライダー覚えてなかった。気のせい。さあ、次は ?2 回戦。どこかまだわからない。行こう。マッサージシェア、センキュー。うん。小野寺くんでいきます。よし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 。おいおい、絶好調ナイス、絶好調ナイス。あれ、絶好調だったのに、不調になってるよ。宮崎くん、ちょっと調子悪いね。調子がほんと悪い。とりあえず、これでいこう。よし。オッケー、いきます。いや、ここ勝って、地区大会出場決定させて、目指す選抜。記憶農業。記憶農業って普通ぐらいじゃなかった。C ぐらいじゃなかった。A ではないと思う。あ、マネージャー可愛いな。セコ。拍手に送られて守りに散っていきました。さあ、2回戦プレイボールです。おい、おい、いけるんじゃない？1点取ってますけど。チャンス、これチャンス。マウンド上は福岡。行こう、引っ張るな。初球を打ちました。高っ。方向へ持っていきましたが、取りました。1点なら無理か、やっぱり。俺1点ならやっぱ向いてない気がするな。いやー、ちょっと待って、若林と思ってるな。強振で、引っ張り行こう。おーし、ナイスバッティング。あれ、いいやぞ。これ、いけるんじゃん。これ、運がいいんじゃない今日。ちょ、一切、ここ大事。ここ点取るの、マジ大事。使おう。転がすでいこう。いや、多分、内野ゴロになると思うんですけど。いやー、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じでいい。メガネはめてるよ。あー、まあ、こうなるか。いや、まあいいでしょう。ピンチ。よし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 、集中して。どうしたん、ファースト。ファーストどうしたん。違うよ。これリプレイとか出たら面白いのにな。対角中心。
オッケーオッケーオッケー、よ、今ファーストランゲットでも多分セーフやったな。いやー、ほんと打ってくれへんすか、ホームラン。こう勝ったら地区大会出場決定ですよ。選抜出る可能性上がるっすよ。あー、今引っ掛けられたな。集中して、ほんま集中して攻撃、OK。それストレート、これどうしたらいいんや、これ。転がす、君はなぜ転がすが高いんだ。よし、それ先やってほしかったね。いけるよ、この子。打率、ああ、癖も使ってもらった。ピッチャーやん、ヒットな。集中、ここでヒットタチャラ。お、いった、これいったぞ。よしよしよし、1点取った。オッケー、オッケー、やばいやばい、ツーアウトだろ、このままでいくか。全然いいんじゃない。よっしゃ、神様ありがとう、神様ほんまありがとう。これはでかい、あとワインニングだけ抑える。いやー、何も使うんだ、こう全然ない、こういいんじゃない、いいんじゃない。よっしゃー、オッケー。気づいたら5点差。ここでさよならのホームラン打ちたいな。いや、いいよ。うん、その投げ方好きやな、俺。うん、うん、こんな感じか。ゲッツーシュート低め、抑えれるよ。オーケー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 、いいよ。あと2アウト。打たせて取れ。久しぶりに使う。あー、飛びついたやろね。いやいやいや。それならせえへんて。それ小学生でもならせえへんて。絶不調やで。相手絶不調。いけるいけるいける。低め。いけるよ。よし、ホームラン打たれても大丈夫。見てるよ、見てる。よっしゃ、選手2回戦突破です。やっと勝った、関東勝利です。めっちゃ嬉しいわ。やっぱ勝ったら面白い、負けばっかじゃあかん。やったぜ。いやー、ちょっとね、1対1の時はドキドキしとったんですけど、いや、結果ね、1対6で勝ちましたね。やっぱ流れって大事やな。勝ったっすね。うん、やっぱ勝ったら経験点がね、ついて、こうやって上がるからね。やっぱいいね、勝ったら。勝ったら気持ちいい。OK! ということで、これで地区大会出場決定ですね。ちょっと進みます。ありがとうございます。やんちゃ。やんちゃやったら書いてもいいんじゃない？お調子者。うん、これはね、2-1。いや、よかった、本当にめっちゃ嬉しいわ。また甲子園出場ね、したいですね。よっしゃ、1でなんかもらえるやろ。それオースパイク、ナイス。 OK、 これで地区大会出場決定で、この次行われるね、地区大会1回戦勝てば、もし勝ったらね、選抜出場の可能性がちょっとずつ上がっていくんですよ。うん、だから何としてもね、1回戦は次勝ってね、はい、選抜出場を目指したいかなと思います。ということで、
ご視聴ありがとうございました。